ビリケン。ビリケンは、尖った頭と吊り上がった目が、特徴の子供の姿をしている、幸運の神の像。1908年10月6日に、アメリカ合衆国のフローレンス・プレッツがデザイン特許を取得した。日本では、大阪の通天閣5階、展望台にある、ビリケン像が有名で、ビリケンさんの愛称で親しまれ、特に足をかいてあげるとご利益があるとされている。 また、アラスカのエスキモーの間で彫刻品の題材として広まり、同地や極東ロシアでは時として自身の民族の伝統の神として祀られるほどの人気を得ている。もともとはアメリカ合衆国ミズユリ州カンザスシティの美術教師、イラストレーターであったフローレンス・プレッツ、フローレンス・プレッツ、1885年から1969年によって 親友の詩人サラ・ハミルトン・バーチャルがザカナダ・ウェストに連載していたおとぎ話であるビリケンシリーズのため1907年頃にデザインされたものであるその後プレッツは1908年6月9日にデザイン特許を出願し同年10月6日に7年間有効のデザイン特許を取得したデザイン特許番号 D39603 が特許には ビリケンという名称は使われてない。プレッツは、ビリケンが人々の希望と幸福の象徴になるようなデザインをしたと言い,い、最初に、粘土で制作した、ビリケン人形には、オマルハイアーム、ルバイアートの一節、アー、ラブ、クッドザワンド、アイウィズ・フェイト・カンスポーヤーを記した紙切れを中に入れていたという。通説では、名前の由来は、当時のアメリカ合衆国大統領。 ウィリアム・タフトの愛称であるとされてきた。しかし、近年の研究では、カナダの詩人による1896年の詩集、モーソングス・フロム・バガボンが初集のミスター・ムーン、A-Song of the Little People の登場人物から、名付けられたと考えられている。ビリケンの造形には、東洋美術の影響が見られるが、プレッツは、ジャポニスムの影響を濃厚に引くイラストレーターであり、 1908年5月3日に、シカゴデイリー・トリビューン、現在のシカゴ・トリビューンに掲載された記事では、プレッツが和服を着た写真が掲載されているほか、少女の頃から日本を夢見ていて色々な日本の事物についてスケッチを描いてきたとか、自分の前世は日本人であったに違いない、とまで語っている。特許取得後、ビリケングッズの売れ行きは、 当初非常に好調だったにもかかわらず、契約の不備からデザイナーであるプレッツには1ヶ月あたり30ドルしか支払われず、プレッツは失望から1909年の終わりには、ビリケンの名前を聞くのも顔を見るのも嫌になってしまった。このことは当時の新聞でも話題になり、作者以外の全員に幸福をもたらしたなどという記事が掲載されてしまう。現在、アメリカでは、 セントルイス大学のマスコットになっており、大学に属するすべてのスポーツチームが、ビリケンズを名乗っている。日本には1909年、明治42年頃に伝わり、1911年、明治44年に、大阪の繊維会社、神田屋田村商店、現、田村区株式会社が、商標登録を行い、販売促進用品や商品キャラクターとして使用した。 当時の日本では、顔立ちはアジア人、足を突き出しての座り方はアフリカ人がモデルとされ、足の裏を描いて笑えば願いが叶うとされた。ビリケンは田村商店の商標という枠を超えて人気を博した。当時の雑誌などに掲載された広告では、世界的福人として紹介され、五寸五部の石膏製のビリケン像に一対一円八十五銭という根付けされていた。 初代ビリケンゾ1912年、大正元年、大阪の新世界に、遊園地、ルナパークがオープン。ルナパークのビリケン堂に、当時流行していたビリケンゾが置かれて、名物となった。しかし、1923年、大正11年にルナパークが閉鎖され、それ以降ビリケンゾは、行方不明となってしまっている。しかし、ビリケンは、日本全国に広まり、 商家や花町では縁起物として流行した。神戸市兵庫区の松尾稲荷神社には大正初期に作られたビリ建造が祀られている。このビリ建造は木製で右手に内出の小槌、左手に宝子の玉を持って米瓦の上に腰掛けており、従来の大黒天と混合した和洋折衷の像で当時はジャパンビリケンと呼ばれ人気を博した。現在、 松尾稲荷神社では、本来の彰福のご利益に加え、病気平癒学業工場のご利益で信仰を集めている。また、大正期にあっては、第十八代内閣総理大臣の寺内正岳が、尖ったハゲ頭をしていてしかも、目がつり上がっていたため、ビリケンにそっくりだと言われた。御剣運動が盛んであった当時にあって、寺内内閣は、 政党院からの入閣がない朝鮮内閣であったが、マスメディアはこれを、非立憲内閣と称した。寺内はこのことより、しばしば、ビリケン最小と揶揄されたが、寺内自身は、この愛称を気に入っていたらしく、ビリケン像を3体も購入していたと言われている。このように、日本においてビリケンは、近畿地方を中心に、戦前、戦後を通じて、服を呼ぶ縁起物として愛された。 第2代目ビリケン像、1979年、通天閣に、通天閣ふれあい広場を作る際、かつて新世界の名物であった、ビリケン像を復活させることとなった。この時1949年、昭和24年に、田村区株式会社が制作していた、ビリケン像が通天閣に貸し出され、盛大な催しが開かれた。また、この像をモデルにして、 伊丹市在住の安藤新平の木彫りによって戦前、ビリケン像が復元され、以来通天閣の名物となった。これが二代目ビリケン像と呼ばれるもので、高さ 55cm、幅 36cm、奥行き 41cm の大きさである。ビリケンは、こうして、通天閣の公式キャラクターの座を占めるようになった。なお、第二代目として愛されてきたビリケン像は、 三代目の代替わり直前である2012年3月には32年間撫でられ続けたその足裏が4センチメートルほどくぼんでいた。2016年現在引退した二代目ビルケンゾーは音楽バンドのイーゼル芸術工房が通天閣からバンドメンバーとして借り受ける形保管しており地方コンサートに連れて行くこともあるという。1996年には 坂本順次監督の映画、ビリケンが公開されている。通天閣を舞台とした人情劇である本作は、新世界三部作の三作目とされている。第三代目ビリケン像、2012年、平成24年5月、通天閣100周年のリニューアルに合わせ、ビリケン像が新調された。これが、ビリケン像の三代目である。この像は、楠の木の一木彫りで、 二代目よりも一回り大きい。また、三代目、ビリケンの像内には、金のビリケン、ビリキンさんが収められ、腹ごもりの像となっている。現存しないもの、現存するもの、ビリケンの彫像は、アラスカで伝統工芸品として扱われている。ただし、本来の民族伝統の彫刻品と比べて制作が、簡単なため、腕に磨きをかけたい、彫刻家にとってはそれほど、 魅力的な題材ではなく、観光客への販売目的が主であると言われている。アラスカのノームで著名なエスキモーの象下彫刻家、アンゴキズック、通称ハッピー・ジャックが、コープチャークというあだ名の商人の提案の下、一1909年末にオリジナルのビリケン人形を本土から言い入れ、象下でコピー品を制作したのがその始まりである。その後数年間、ビリケンは、 アラスカを席巻し、流行歌が何曲も作られるほどの爆発的な売れ行きを見せたが、1912年頃までには売り上げが落ち着いて一旦忘れ去られた。しかし、それから徐々にアラスカに伝統工芸品として浸透していき、1966年にインディアン事務局が発行したパンフレットでは、その表紙にアラスカの伝統美術として、 ビリケンの彫像を含むトリンギットのトーテムポールが採用されたほどである。ビリケンはさらにアラスカからロシアのウェレンに住むユピックやチュクチなどの民族へと伝わり、そこから極東ロシアのいくつかの地域に広まった。VV アントラポバ1953年や e p アーロバ1964年などの研究所が極東ロシアの伝統美術としてペリカンを紹介している。 熟地文学の父と言われるユーリー・ルイト・ヘイウによる小説、アシカにも登場し、昔、第二次世界大戦より以前、熟地のカリウドはみなびり剣を持ち歩いていたが、それというのも、畜地の神話によれば、教運がカリウドに降りかかってもビリケンが身代わりになってくれるからだと語られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。